若い。若い。だけれども、うん、ダンス歴は6年以上。長い。うん、長い。一体どんな音楽性なのか、うん、キーワードはこちらです。はい。ガキラッパー。これ本人たちがね、はい、自分たちのことをこう呼んでるんですよ。うん、ガキラッパー。自分たち、ガキラッパーです。うん、あの、佐野元春さんの名曲、サムデイをカバーしてます。おぉ、これなかなか、ね、渋いところ。若い割には渋いところをつくという、今 ね、思ったでしょ。知らないんじゃないんですか、本人たちは。それも、なんでもなんとなくね、こう、ピピッと来たらしいんですよ。若い世代が作るサムデイ、はい、一体どんなものなのか、うん、チェックしていただきましょう。はい、こんばんは、ヘッジでーす。聞いてください。聞こえてきて真夜中に恋を抱きしめたあの頃踊り続けていた夜のフラッシュライト浴びながら時の流れも感じないまま窓辺にもたれ夢の一つ一つを消してゆく感じてしまうこの頃さハッピーネス Endless 約束してくれた君だからもう一度諦めないで真心がつかめるその時まで Sunday 人生はそれぞれの言い方この胸に Sunday それは勇気が自分の意思だな誓うよ若さが弾けるステージで同世代のハートをがっちり掴んだヘッズその将来性に寄せられたブレイク期待度は 63% でした。